飯塚翔太君、水野。さあ横一線、飯塚君がややリードか。9名の選手がほぼ横一線でフィニッシュしましたが、まず風が表示されました。追い風 1.9m、 本人記録です。さあライブリポートをご覧ください。周平君の住友電工。
さあ、綺麗にスタートしました A セッション。まず多田くんがリード、そして山形くんが第6レーン、2名の争いです。さあ、記録にもご注目ください。スタートしました。中国の周囲コースタート。さあ、ここから伊藤が伸びてくる。周囲を捉えた、完全に捉えました。ぐっと伸びてきました。伊藤浩二最後余裕を持ってゴールで9秒99、アジアで初めて10秒の壁を破りました。両手を上げる伊藤浩二、追い風 1.9 メートル。まさにハマスタートの風と一緒になってフィールド、トラックを突き抜けました。綺麗にスタートしました A セッション。まず多田くんがリード、そして山形くんが第6レーン、2名の争いです。さあ、記録にもご注目ください。速報では9秒台。さあ、まもなく風も合わせて表示されます。速報板どうぞご注目。
集計では風は追い風 2.0 メートル公認で好記録が誕生した模様です。まもなく記録をお知らせに来ました。さあ優勝しました山形涼太君、追い風 2.0 メートル、記録は9秒95、見事な日本新記録の誕生です。さあこの競技場で歴史的な記録が誕生いたしました。本日予選では10秒01をマークしました山形涼太君、この A 決勝追い風 2.0 メートルの絶好の